皆さんこんにちは。今日はスノーボードをしに来た土井パフォーマンスです。ウェイ。というわけで今日は以前ちょっと待ってというわけで今日は以前動画でご紹介させていただいた横浜タイヤのウィンタータイヤ、どこまで使えるか検証したいと思います。ちょっとタイヤの詳細について何言ってんだこいつはっていう方は過去の動画見返していただいて、ちょっとスタッドレスとは違うウィンタータイヤ、はい、これがどこまで通用するのか、今日ちょっとこの雪深いところ、標高 1700m あるんでちょっと酸素が薄くてちょっと呼吸が苦しいんですけど、ちょっとお届けしたいと思います。さあというわけで続いて車の紹介をしたいと思うんですけれども、ちょっと僕だけじゃ今回の動画成立しないんで改めてご紹介させていただきたいと思います。横浜ゴム企画開発、間違ってましたっけ、消費財ペロペロ言っておきましょう、すみません、はい、前回も登場していただいた小松さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、で今回ちょっと試すんですけれども、車の方がティグワン、これ残念ながら、残念なんですかね、逆にいいんですかね、今回 FF4 モーションではございません。こちらの車でちょっと試してみたいと思います。これちなみにうちの撮影車でございます、はい、でこれにもう去年ちょっと履かせてもらって、もうだいたい3000キロぐらい走って、まあ、いい感じに摩耗してますよね。そうですね、はい、本来だったらもうちょっと角がこうある感じなんですけど、はい、適度に摩耗して、はい、でこれの特徴といえばやっぱりこのコンパウンドとパターンですよね、はい、そうですね、今回雪の上で、走行シーンを撮るんですけども、やっぱりこのパターンデザインが雪をしっかり踏み固めて、グリップする、そういったところを、まあ、できればお見せしたいなと思っています、はい、ちょっと小松さんも酸素がちょっと薄いんで、はい、ちょっと息切れしますけど、はい、息切れと緊張で、そうですね、そしてパターンがこうなってるのがポイントなんですよね、はい、はい、V 溝にすることによって水であったり雪であったり、はい、そういった、まあ、ものをこういうことですよね、はい、はい、排泄しやすくデザインしております、はい、ウェット性能なんかもかなり期待できるということで、そうですね、まさにこれがだから登ってくる途中でもちょっと話しましたけど、はい、スタッドレスとだと結局ちっちゃい四角の集合体なんで、はい、まあ、ちょっと排水性能だったりが大事、はい、あとコンパウンドもどっちかっていうと夏タイヤに近い、そうですね、夏タイヤに近い硬さになっておりまして、ドライ路面でも、しっかり剛性感があって、まあ、キビキビした、走りができると思います、はい、ちょっとこれをこれから試してみたいと思います、はい、続いてテストする路面のちょっと説明だけさせてください。まずドライ路面と、あと圧雪、まあ、ところどころウェットなんかもあると思います。そして、スノーの路面は、まあ、こんな感じで、じゃあまずはちょっとドライ路面から、はい、はい、ちょっと空気が読めない男土屋なんで忖度なしで言っちゃいますけど、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。結構このブルーアースウィンターだと、まあ、冬性能もそうなんですけど、ドライの性能も重要かなっていう、はい、ですよね。そうですね。でこのドライの時の剛性感と、はい、はい、あとウェット結構強いのかなと思いました、いろいろ乗ってみて。そうですね、スタッドレスタイヤと比較すると、ドライ路面での剛性感であったり、はい、ウェット性能っていうのは非常に優れていると思います。パターンが効いてるんですよね。そうですね、あとゴムの違いっていうところがありまして、あーなるほど、はい、スタッドレスタイヤは割ともっと柔らかいゴムを使っていて、まあ、氷の路面に、密着するようなゴムになってるんですけども、それだとちょっと硬さがないんで剛性感に欠けると。なるほどな、はい、そこがちょっと違う点ですね、はい、で夏タイヤから履き替えた時の何ですか、こう違いっていうのは、はい、スタッドレスほどないですよね。そうですね、はい、そうだと思います。結構スタッドレスってこうふにふにしてる感じ、うん、特に飛ばすと分かりますけど、はい、それは割とこうもうちょっとマイルドになってるというか、うん、はい、今乗っていただいてて、はい、ソーダ感とかいかがですか。まあ、多少その夏タイヤよりかは、はい、やっぱりこうしっかり感っていうのは、うん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 、やっぱり比較すると、まあ、多少は夏タイヤには届かないのかなって、うんうん、ただスタッドレスよりかは全然いいですね、うん、はい、僕らも高速なんかで結構これ乗らせてもらったりとかしてますけど、はい、本当にもう直進とかあとレーンチェンジぐらいだったら全然わからないぐらい、はい、うん、はい、あんまり違和感ないです。そうですね、
ただ R がきついコーナーとか、はい、極端なこと言ったらあの首都高のあの C2 のあの渋谷のあのぐるぐるああいうところをこうずっとこう横地がかかるようなところ、はい、そうするとこうアンダーじゃないけど、ちょっとこう車が外にススススっていく感じはあります。やっぱり、うんうんうん、あとロードノイズはやっぱりちょっとパターン的にもそのブロックの大きさ的にも、まあ、夏タイヤよりかは少し出るのかなっていう、うん、そうですね、はい、そこぐらいですかね。だから本当に冬だけど割と全然快適に使えちゃう感じ、うん、特に僕らは高速移動が多いんで、はい、はい、そうですね。スタッドレスとの違いはもう確実に、はい、これ忖度なしで感じます、はい、あのやっぱりスタッドレスであのドライ路面を長距離走ったりすると、はい、結構疲れたりすると思うんですけど、そうなんですよね、はい、その辺しっかりした乗り心地なんで、そういうあの疲れが軽減されるっていうところもあると思いますね。はい、剛性感ないとどうしてもこうステアリングをちょっと気をつけなくちゃいけなかったりとか、うん、特に飛ばした時なんかそうですよね、はい、その辺はあるのかなっていう、うん、まあ、実際その主戦場のヨーロッパでは結構そのウィンタータイヤを年中履き潰しちゃうっていう人がいるぐらい。あ、そうなんですか、はい、まあそのオールシーズンっぽい使い方をしてる人も結構いるっていうのがまあ実情ですね。確かにヨーロッパって言っても北欧の方なんかは、はい、まあ、それこ そ, その冬路面の方が多いケースなんかもありますからね、うん、あとやっぱりヨーロッパ速度レンジが高いから、はい、やっぱりそういうのを求められてたなって。そうですね、あの、まあ、アウトバーンとかで冬で結構その冷たい雨が降ってて結構危ないような時でも、はい、関係なしに、まあ、200キロオーバーとかで、はいはいはい、走る人も結構いるんで。そうなんですよ、はい、本当におばちゃんがコンパクトとかで200キロ近い速度で走ってくるんですよ。びっくりしますよね。結構煽ってきたりします。あれちょっとスタッドレスじゃできないなって。そうですね、まあ、そういう使い方に、まあ、合ってるっていうですね、はいはい、でまあ、そういう意味ではあのオールシーズンタイヤとか、はい、あのこの欧州ウィンタータイヤはヨーロッパを見て開発をされているものなんで、そういうまあ高速耐久性っていうところはかなり気をつけてやってますね。で、欧州車の相性はすごくいいと思うんですよ。そうですね、マッチングいいと思いますね。どうしても欧州車ってこう速度も車のポテンシャル的にやっぱり200キロ以上出るように作られてるし、うん、ブレーキもやっぱり性能も国産車なんかよりやっぱりオーバースペックなものがついてるし、うんうん、どっちかっていうと都内ってこう冬季でもドライの性能とか、はい、またウェットの性能も求められるのかなっていう、はい、そうするとやっぱりこのパターンとコンパウンドの硬さっていうのは、硬さっていうかしっかり感はやっぱり結構効いてくるのかなって、はいはい、そうですね、その、まあ、せっかく冬用タイヤに変えても、はい、結局1回もその雪の上で走らなかったっていうケースもあるぐらいと思いますんで、保険みたいになっちゃってますね。そうですね、となると、まあ、それのためにその日常的なこのドライビングを、まあ、楽しめなくなるっていうか、そういったところを、まあ、楽しめるタイヤって言えるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、いやだいぶ怪しくなってきましたねこれだいぶ路面が怪しくなってきましたけど、ね、ちょっと坂道になってますね。そうですね、うん、今回ちょっとあのこのブルーアースウィンターの限界を知るっていうはいい感じであの滑っております結構制御が効いてますか。車のそうです、ね、トラコンが効いております、はい、ちょっと路面は凍結してる感じですかね。そうですね、半分凍結半分ウェットって感じですかね、うん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 、あんまり雪が残ってる感じではないですね。そうですね、うん、あとはさっきもそうですけど、あのトラコン効いてこう回転がバンって上がってすぐ、はい、戻ってってなるんですけど、そこ怖さはないです、うん、すぐまたグリップする感じは受けます、うんうんうん、まあ、車の制御もあるんですけど、はい、タイヤがすぐトラクションというかそのグリップ取り戻してる感はあるですね、うん、まあ、やっぱりちょっと速度は上げにくいですよね。そうですね、はい、ヨーロッパの冬の環境ってそのウェット路面と雪上路面、この2つが一番 の, あのキーポイントで、ウ
ウィンタータイヤ開発するときに、まあ、各社その2つを重点的に向上してるんで、そういう路面では一番得意ですね。うーん、じゃあ逆にヨーロッパってスタッドレスのシェア的にはそんなになんですか？地域によってちょっと違いまして。あ、なるほど。ドイツとか、はい、スイス、オーストリアとか、はい、そういう西欧地域はウィンタータイヤがほぼ 100%。 あ、そうなんすか。はい、へー、知らなかったっす。で、一方でノルウェーとかスウェーデンは、はい、スタッドレスタイヤと、はい、ピン付きのスタッドタイヤ、はい、これがまあおおよそ半分半分で、はい、ウィンタータイヤはほとんど売られてないんですね。小松調べによると、小松調べによるとちゃんとした調べです。公式データによると、公式データ、はい、でそれはやっぱりあの雪深さであったり、あとはあの気温の差、はい、そのマイナス何度ぐらいまでいくかっていうのと、そういったポイントでどういうタイヤが適しているかっていうのが、まあ、地域によって違うんですけど、うん、そういう背景から来てます。なるほど、はい、じゃあちょっとこの辺から本気出す感じですね。はい、はい、行きましょう。言い残すことはないですか？言い残すことはいっぱいありますね。あ、本当ですか？じゃあ一応帰ってくれるこれ以上にしますね、ちょっと、はい、いや、いい感じですね、はい、いい路面になってきましたね、はい、あのなるべくあのよく見えるようにとか一切考えない男なんで、ブルーアースウィンターのリアルをお届けする動画なんです、すいません、はい、あ、いい感じですね。あ、ちょっと、はい、雪で覆われてる、少し凍結してますかね。そうですね、左側が凍結してて右側が圧雪路面、うん、あのまあ当たり前なんですけど、もうあのサマータイヤみたいにうわ全然ダメだっていう感じは全くないです、やっぱり、うんうんうん、あのやっぱりサマータイヤだと、はい、先にゴムが硬くなってしまって、はい、あの全然雪に進まないんで、そこがやっぱ一番大きなポイントですよね、はい、えい、あ、だからやっぱりちょっと極端にトラクションかけちゃったりすると、うん、もちろんそのグリップじゃないです。多分これは多分スタッドレスでも一緒だと思うんですけど、うん、急ブレーキ踏んでいいですか？はい、あ、全然止まる、止まる。ブレーキは結構いいですか？ですね、操舵感はないです。さすがにあの何ですか、急ハンドルまで切っちゃうとないです。少し抜けちゃいますか？はい、抜けます。いや、ここで操舵感あるって言ったらスパイクタイヤだなって。そうですね、はい、ただ、はい、それこそ本当にアクセルオンしないとか、まあはい、さっきも言った通りパーシャルぐらいだったら、はい、全然こうしっかり、うんうんうん、路面こうお分かりいただけますでしょうか、はいはい、グリップしてます、はいはい、坂道発進とかちょっとお待ちください、はいはい、登れなくなった小松さんのせいですか？ですね、止まりません。いきますよ、これ登れなくなった小松さんのせいですか？いきますよ。ですね、登れません。ですね、これさすがに勢いつけないと無理です。これ多分スタッドレスでも一緒だと思う。ちょっと勢いつけます。これちょっと企画に無理があったかもしれないです。ちょっと勾配激しいですね、はい、で今20キロぐらい、はい、でこれペース落とさないでちゃんとその路面のグリップ確保したまんまだったら、はい、登りきれますね。登れた。路面をチェックいたします。あ、めっちゃもう氷ですね、ほぼ氷ですね、これもう小松さん、失礼しました、ほぼ氷だったっす。一回止まっちゃうとダメですね。圧雪って言えばまあ圧雪ですけど、もうほぼ氷に近い。これはさすがにグリップしないっすね。
こんな感じです、はい、でもこれ登れたってすごくないですか。結構な勾配じゃないですかこれ。結構ありますよね、はい、これ歩いて下るのも大変なぐらいですよあとは思ったんですけど、バックできるちゃんと、はい、ブレーキに足を置きながら、はい、ちゃんとバックができる、はい、から回避はできるってことですね。そうそうそう、はい、多分夏タイヤだとブレーキ置きながら下るのもできないと思うんですよ。多分そうですよね、はい、ステアリング全く効かないんで効かなくなっちゃいますね。そう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 、はい、ちょうどそのぐらいですね、はい、これぐらい勾配があって、で下も凍結してるとちょっと厳しいかもしれないですね。こんなのが限界ですじゃあ私ちょっと先ほどのアセスと違うこのサラサラのこれ、このぐらいのこれ出られるかどうか、はい、これはもう間違いなく夏タイヤだと無理ですよね。そうですね、はい、ですよね、はい、スタックしてしまいます。私車を出します、いきますよ。すごくないですか。全然いけますね。楽勝じゃないですか楽勝で動きますよ。いやマジこれ動画とかそういう関係なく普通にスタッドレスと同じぐらいいけますね。雪上でのグリップ感は非常に優れてるんで。ちょっと待って、もう一回バックしていいですか。いきますよ。普通に出られますよすごい。雪上は全く問題ないですね。いやこれすごいっすね。リアルにいけました。このぐらいの本当にパウダースノーっすけど、全然やっぱり溝を効いてるんすかね、パターンと溝が効いてる感じがします。そうですね、パターンの、はい、溝が入ってると思うんですけども、ここで雪を押し固めて、それの抵抗力で出るんですね。はい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 。なんかその辺は本当にスタッドレスと変わらないぐらいのフィーリングで、はい、この雪のとこ出られました。はい、はい、じゃあちょっともっとチャレンジしに行きましょう。はい、はい、で言ってもこれ FF ですからね、うん、はい、多分4区だったらもっといけるんでしょう。そうですね、はい、大きなカーブが続きますけど、はい、いかがですか。いや大丈夫です。大丈夫、ちょっと語彙力がなくて大丈夫ですっていう表現じゃないですけど膨らむ感じはありますか。いやいや、ちゃんと路面捉えてますね、うん、グッて抜けちゃったりする感じはないです。はい、あ、もしかしたらなんですけど、はい、みんなこれでいいんじゃないですか本当にそれこそ本当にもうずっとあの冬こういう路面のところ以外、はい、このウィンタータイヤでいいんじゃないかってちょっと思いました。あと本当に心配がないですね、うん、はい、あ、大丈夫かな大丈夫かなっていう感じじゃなくて、はい、あれこれがちょっとあれですかね、行き止まりですか、ね、行き止まりですか。ですね、駒さん、はい、ですね、駒さんゴールしました登れないです。ついにやりましたね。いいですか、グイって出ます、はい、はい、さすがにアクセル全開にするとあのトラゴン効くっすけど出ない。だグリップを確認しながら出れば全然出られます、うん、はい、息をちゃんと噛んでる。そうですね、確認しながら、はい、だ全開にすると、うん、そうですね、はい、穴掘っちゃダメですね。いや、穴掘っちゃってもバックだったら出れるんですよいや、だからグリップ確認しながらだったら全く問題ないです、うん、はい、ゆっくり走行する分にはそうですね、全く問題ないです、はい、あの、思ったのは、はい、急ブレーキしてもハンドルが取られない。うーん、急ブレーキするとこう、はい、わかります？なんか表情とかでやるともうもうステアリングが全く効かない感じ、はい、はい、抜ける感じになりますね。効いたまんまちゃんとまっすぐ止まれる、はい、はい、それこそ今30キロぐらいからの急ブレーキですけど、うんうんうん、結構いけますね、
すいません、なんか動画的には一番つまんないパターンでこれスーッて行く方が、はいはい、ちょっと宣伝ならなくなっちゃう結構使えますさあというわけでテスト終了したわけなんですけども、はい、僕の方から結論いいですか。はい、はい、あの今3月なんですけど、3月にやることじゃなかったそうですね、ちょっとご案内するのが、はい、今シーズンかなり遅れちゃって、はい、テストもかなり遅れちゃったんですけど、まあ、来シーズンのなんかこう予習的な、まあ、そんなのもあるんだなっていう風に見ていただけたらいいのかなと、はい、だと走行性能の、まあ、結論に関しては、まあ、そこそこいける結構いけましたね。そうですね、まあ、結構このような息深いところでも違和感なく走れたと思いますね、はい、結構オールシーズンとスタッドレスの中間という話だったんで、はい、もうちょっとあの頑張んないとかなと思ったら、うんうんうん、意外にこう本当に圧雪とか、はいはい、氷に近いところでなければ、はい、割とガンガンいけちゃうんだなっていう。そうですね、割と、まあ、スタッドレスタイヤに近いような雪上性能はあの兼ね備えてますんで、あんまり不安な感じはしないと思います。そうですよね、はい、でまあ、あとは繰り返しになっちゃいますけど、はい、ドライがやっぱり性能優れてるんで、はい、特にヨーロッパ車、はい、ドイツ、イタリア、はい、その辺なんかにマストなタイヤですね。そうですね、まあ、欧州、特にドイツとかイタリアとかそういったあの西欧地域ではあのウィンタータイヤがほぼ 100%、使われてますんで、まあ、あの輸入車、ドイツ車そういったものにはすごくマッチングしてると思います。というわけで輸入車にお乗りの方はぜひお問い合わせください。今回はありがとうございました。ありがとうございました。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。